立天文台ハワイ観測所。世界最大級の反射望遠鏡は可視光だけでなく、私たちの目では見えない赤外線を捉えることができます。南米チリのアルマ望遠鏡では66台のアンテナが宇宙から届く微弱な電波を追いかけています。なぜ天文学者は可視光以外の電磁波でも宇宙を観測しているのでしょうか。人類の目に見える電磁波がたまたま可視光だったというだけで、それ以外の電磁波もたくさん宇宙からは降り注いでいるからです。可視光では見ることのできない場所を見ることができるんです。遠い宇宙から届く電磁波のメッセージ、それぞれの波長には宇宙のどんな謎が秘められているのでしょうか。空を埋め尽くす星の光。天文学者は望遠鏡でそのかすかな光を捉え、地球の外にどのような世界が広がっているのかを探求してきました。目に見える宇宙、つまり可視光による観測は、星、それからその集まりである銀河の観測にとても大事な役割を果たしてきました。星がどのように分布しているか、あるいは銀河がどんな形をしているかを調べるには、分解能の高い可視光の観測がとても適しているからです。しかし、可視光で見えているものが宇宙のすべてではありません。可視光とは、人間の目で直接見ることができる波長の電磁波のことで、電磁波全体のほんの一部に過ぎません。X 線や紫外線、さらに赤外線や電波も同じ電磁波の一部であり、その違いは波長だけです。宇宙には可視光だけでなく、さまざまな波長の電磁波が満ち溢れているのです。国立天文台では可視光の観測と同時に、それよりも波長の長い赤外線や電波の観測にも力を入れてきました。赤外線や電波の観測では、可視光では見通すことのできない宇宙の領域を見ることができるのです。例えば天の川を可視光で見ると、ところどころに星が少ない黒い領域があります。そこは手前に濃いガスや塵が漂っているため、背後にある星の光が遮られている場所なのです。可視光よりも波長の長い電磁波は塵に吸収されにくいという性質があります。これは観測の邪魔になる塵を透明にできるということです。中でも近赤外線は可視光に波長が近いため、可視光で見るのと同じように星の光を捉えることができるのが強みです。これは星が活発に生まれていることで知られている S106 と呼ばれる星雲です。赤外線の中では波長が短い近赤外線で観測されました。ズバル望遠鏡ができて間もない頃に撮影した画像ですが、可視光では塵に隠されてしまう領域を近赤外線で克明に捉えることに成功し、生まれたばかりの非常に若い星をたくさん捉えることができたんです。星を見るには邪魔者だった塵も、実は天文学の重要な研究対象です。塵は星の死によって放出され、再び星を生み出す材料になるからです。塵は近赤外線よりも長い波長を使うと直接観測することが可能になります。なぜなのでしょうか。あらゆる物体はその温度に応じた特徴的な波長で電磁波を強く放出する性質を持っています。例えば自ら熱を発する太陽のような星は、可視光付近で最も強い電磁波を出しています。同じように星と星の間を漂う塵も、その温度に応じた波長で強い電磁波を出しているのです。星の近くを漂う塵は、その星の光によって温められます。温められるといっても、その温度はマイナス170度ぐらいと
私たちが住む世界に比べるとずっと低温です。しかしこれぐらいの温度の物体は中間赤外線の波長で電磁波を出します。星が可視光で光っているのと同じように温められた塵は中間赤外線で明るく輝いているのです。これは可視光で撮影した M82 と呼ばれる銀河です。スバル望遠鏡はこの銀河の中心部分を中間赤外線で観測しました。これは星の光ではなく塵が放つ輝きだけを映し出したものです。この観測ではこれまでにない解像度で M82 の中心部の暖かい塵の分布が分かってきました。白く輝いているところほどそのような塵がたくさんあることを示しています。中間赤外線で詳しく調べればさらに塵の成分も分かってきます。赤外線による観測は宇宙の素顔を次々と解き明かしつつあります。可視光、そして赤外線、さらに波長が長くなるとそこは電波の領域です。電波は冷たい宇宙の観測に力を発揮します。宇宙にはマイナス260度という非常に冷たい塵やガスが存在しますが、このような物質からは赤外線すら出てきません。しかし電波なら出てきます。非常に冷たい塵やガスは星の誕生と非常に密接に関わっています。このため電波望遠鏡による観測がとても盛んに行われています。これは可視光で撮影した M33 と呼ばれる銀河です。この銀河を電波望遠鏡で観測するとどのように見えるのでしょうか。これがその画像です。ガスが青、塵が緑色で表現されています。銀河を電波で見ると銀河の中でガスや塵がどのように分布をしているかということを知ることができます。この画像のように青や緑で光っているところはガスや塵が非常に濃くなっているところです。このような中で星が活発に生まれていますので星がどのように作られるかということを知ることができるのです。2013年に本格観測が始まったアルマ望遠鏡は電波望遠鏡で初めて星が生まれる現場そのものを捉えることに成功しました。太陽を含むさまざまな星はガスと塵からなる回転円盤から誕生します。それと同時に惑星も誕生していきます。アルマが捉えたこの画像は今まさに星惑星系が成長していく様子を映し出しています。アルマ望遠鏡ではこれまでの電波望遠鏡に比べて圧倒的に高い感度と解像度により星や惑星の誕生の現場をあたかも写真を撮るかのように見ることができます。電波による観測でわかるのはガスや塵の分布だけではありません。宇宙空間に漂っている分子や原子はその種類に応じてスペクトル線と呼ばれる特定の電波を放出します。これらを観測することで星が生まれようとする領域にある化学物質の組成を調べることができるのです。アルマでは複雑な有機物、例えばタンパク質を構成するアミノ酸を発見しよう、それから DNA を構成する、塩基ですね、こういう物質を発見しよう、こういう研究テーマが挙げられていまして、宇宙と私たち生命との関連を解明しようと今努力しているところです。遠い宇宙から地球へ届く電磁波のメッセージ、天文学者はそれぞれの波長に込められた情報を読み解き宇宙の謎に迫ろうとしています。およそ400年前に望遠鏡が発明されてから人類は可視光による宇宙の観測を続けてきました。今では可視光よりも波長の短い X 線やガンマ線、紫外線、それから可視光よりも波長の長い電波や赤外線といった電磁波のすべての波長で宇宙を詳しく観測しています。さまざまな波長の電磁波を観測することによって宇宙の全体像を把握したい、これが現代の天文学者の願いです。